ベイビーチャンネル始まるよ。スタート。あかーん、あーです。今回は非常にリクエストが多いので、最近模様替えした私の部屋の紹介をしたいと思います。今日はなんかわかんないんですけど声がやばいです。なのでお母さんに喋ってもらいます。では紹介します。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。まずはベッドです。ベッドがこうあったものがこうなりました。そしてできたスペースにクマ師匠を連れてきました。よくここに座って4日かかって寝ます。昨日も寝ちゃいましたね。はい、それで多分そういう声になっていくんだと思います。はい、ベッドの何を紹介しますか？ベッドの何も紹介しない。はい、ベッドの上はあんまり変わってないです。クマ師匠はなんで葉っぱが乗っかってるんですか？クマ師匠はなんか絨毯も黄緑なんですけど、それで机の周りにある壁掛け収納についてたやつを取ったので、それでどこに置こうかなって考えてる時に、なんか絨毯も緑で森のクマさんスタイルでいいかなみたいな感じで置きました。こちら森なんですね。はい、森のクマさん。了解です。はい、仲間たちはトカゲ、トカゲ、プーさんトカゲです。次はこの辺です。やばい声。上には2つの時計があるんですけど、なんとどちらも動いてません。イエー、電池が切れました。この辺はスネオちゃんのグッズが飾ってあって、ここにはなんか帽子が、キャップが引っ掛けてあって、ここにはダイソーの移住のバッグがあって、その隣にはなんかラックがあって、薄ピンクとか白のものをまとめてます。で、机があります。これはスヌーピーのなんかね、付箋みたいな、全面のり付箋みたいなやつ。ここはなんかユニコーンのなんかね、こう光るやつの電池が切れたやつと、桃のハンドクリームとキャンドルスタンドみたいなやつの中にクレアーズのリップが2個入ってます。プレゼントするのはもちろん新品なんですけど、ここにプレゼント企画の商品になってる虹の筆箱があります。ここにはタイマーが2つあります。ペン立てがあります。で、このペン立てよくどこのですかって聞かれるんですけど、セリアです。多分ダイソーにも売ってると思います。で、あとこれの他に濃いピンクの同じ形のやつとか、あとレースの白いやつとかもあります。ケアベアのコップには可愛い入浴剤と可愛いペンとユニコーンのペンがあります。この隣はゴンちゃんのチラシとかテスト勉強グッズとか、あと雑誌が置いてあります。で、奥にはなんかよくわかんない使ってないノートとかが入っています。引き出しはまずこっちはこういうペンとかたまに使う文房具とか、あとこの糊とかはストックが入っています。こっちはなんかこういうコードとかそういう感じのが入ってます。自撮りライトとかです。ここはまずこれが教科書とかを立てるやつで、これもダイソーです。で、この辺はなんかお飴とお菓子と、あとこの辺は結構よく使うハンドクリームとか鏡とか目薬とかリップとかが入っています。このポーチはグミが入っています。この中の一番のお気に入りはこれと、これが味が好きです。これ美味しいの。この桃も美味しい。桃のが美味しいかもしれない。壁掛け収納いきます。この辺は前紹介したやつと 98% ぐらい変わっていません。この辺がユニコーンがいっぱいいて、あとトカゲのスクイーズとか、あとこのジェラトーニのディズニーのなんかこのやつとか、あとここになんか新入りです。この人だけ新入りかも。ペッツのユニコーンです。で、これはインスタで見たことあってからずっと探してたんですけど、この前プラザに行った時に見つけたので、
新しく仲間入りしました。こっちです。こっちはちゃんとピンク、紫、青のグラデーションになるようにしてるんですけど、まず青のところはつみっこグラスのやつとか、あ、タイのぬいぐるみとか、石鹸の香りが好きなので石鹸の香りのボディミストみたいなやつとか、あとフィラのグレープフルーツの香りのボディミストみたいなやつをかけました。で、その1個下は紫です。ラプンツェルのリフレッシュウォーターとか、これはピンクなんですけど、プラザの水の何も飲んでないやつとか、ケアベアとか、あとラプンツェルの油取り紙ユニコーン、これ100均なの。これはなんかラベンダーの匂いがするやつです。下はこんな感じでピンクのものを飾っています。タイのぬいぐるみとかロッツォとかサングラスとか、あとこれネオちゃんのイベントのやつとか、草津温泉に行った時のマイメロちゃんの鏡、電球ソーダとかがあります。このクリップは視聴者さんからいただいたものです。ありがとうございます。さらに下に行くとなんかメイクコーナーみたいな感じになってるんですけど、その上はまずケアベアとさっきのユニコーンのピンクバージョンと、あとこのサングラスとイヤリング、これが裏がミラーになってる鏡で視聴者さんにいただいたものです。これは前髪を巻くやつみたいなやつ2個です。で、その下はこんな感じです。上はここはリップと、あとカッサと、これキャンメイクのネイルがあります。で、こっちはこのペッツ型のリップと、これ使ってないんですけど、ボディファンタジーダイソーの鏡です。下はこういうコスメとかが入っています。で、一応なんかまとめやってて、で、ベースで、ここがアイシャドウ、チーク、なんかアイシャドウパレットとコンシーラー、アイラインとチークと涙袋とリップと、この辺は縦に入らなかったやつをまとめて入れてます。で、こっちはこの鏡とこの髪の節とかこのピンとかで、ここが 3C の鏡とバイユ、なんか北海道のやつ、これは視聴者さんにいただいたウォーターチークです。エピピのやつです。あとこれも視聴者さんにいただいたリップパレットと、ここもリップパレットです。これはユニコーンの鏡とレピピの鏡です。このユニコーンの鏡も視聴者さんからいただいたものです。ありがとうございます。その下はグロスと、ここにマイクロ USB が入ってます。これはちょっとなくしちゃいそうなのでここに入れています。で、これは苔のリップとか、これだけなんかマットのティント、キャンドゥのやつで結構いいです。入りきらなかったやつが奥にもあります。で、あとここはシーブリーズとか夜のルーティーンでもやったやつ、ボディークリーム、今使ってないんですけど、この日焼け止めとか、あと奥にニベアとかベビーパウダーとか、そういうのもあります。ここは櫛と鏡と鏡とイヤリングが入っています。ビューラーです。最後にここの中途半端な壁ですが、本当はここ元のこの辺まで張ろうとは思っているんですけど、忙しくて張れていません。そしてここはコンタクト類です。これ全部汗かいた時用のアセプティックシートと、あとなぜかここにパワーパフガールズの網があります。で、ここは動画用のこまごましたものが入っています。はい、終わりです。はい、ということで今回のお部屋紹介は以上です。こんな喉で聞きづらくて本当に申し訳ないです。ちなみにりょうくんも今怪我をしております。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も見てね。